学校ではいつも一緒にいて、当たり前のように話す相手。それでいて、自分がどれだけ拒絶をしても絶対にいなくならない存在だから、何も心配する必要はないんだってずっと思ってた。でもこれが日常だからって何も考えていなかったのは、もしかして私だけだったの？関係性なんていつ終わっても不思議じゃない。当たり前のようにそこにいるってことに安心しきっていた私は甘えすぎてた。渡るはそれを前から分かってたの？次回、夢見る男子は現実主義者第5話。開けちゃう？開けちゃう？中見ちゃう？